いい感じでダムするんで。前回の軍事戦の敗戦をどう今捉えてますか？まあその、まあ、単純に軍司選手が、強くて、まあそうですね、こう、まあ、負けてしまったんですけど、まあその意味のある負けだったんで、まあ、こう前向きに捉えて、あのしっかり練習できています。あの試合からどんなことを学んだと思ってますか？まあ、こう練習の中でもこう、まあ、後ろも下がったりする場面が、まあ、やっぱ多かったんで、まあ、その悪いところが、まあ、試合に出てしまったっていうところが、はい。じゃあ今、では今そのどんなことを意識して練習していますか？まあ、今は、まあ、こう技の一つ一つの質だったり、まあ、あとなるべく、まあ、下がらない場面ではなるべく下がらなくて、的確な場面で、まあ、手数を出したりといった練習を意識してやっています。で今回の挑戦者の篠塚選手なんですけど、印象を聞かせください。まあ、こうボクシングテクニックがある選手だなっていう印象ですね。はい。まあ、お互いねボクシングがバックボーンということですけども、どんな試合をイメージしてますか？まあ、こう篠塚選手がまあどういう感じに来るのかがまあ分からないんで、まあ、どのような感じに来ても大丈夫なように、まあ、こう圧倒的に勝ちたいなっていうふうに思っています。まあ、前回の軍事戦の負けを払拭するにはどんな試合が必要かと思っていますか？まあ、こうできればこう倒して勝ちたいなと思っているんですけど、まあ、
たとえ倒せなかったとしても、まあ、こう圧倒しないとダメだなっていうふうに思っています。今年はですね、ずっと、まあ、ベルトともに過ごしてきたと思うんですけど、改めてベルトへの思いというのを聞かせてください。まあ、去年の11月に、まあ、このクラッシュのチャンピオンになれたんで、まあ、そこをベルトのおかげもあってこう強くなることができたんで、まあ、こうより上のステップへこう行けたのかなっていう思っています。大阪大会で K-1 のタイトルマッチありますけども、意識していますか？まあそうですね、まあ、どっちが勝ってもまあいいかなというか、はい、それぐらいにしか思ってないですね。はい。1年最後の試合、どんなものを見せたいですか？まあ、やっぱり、まあ、みんながこう面白いなと思ってくれる試合はもちろんですし、まあ、僕の進化した姿を見せれたなと思っています。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。圧倒的に勝つので応援よろしくお願いします。